じゃあね、次の方やっていきましょう。まあ、ここ敵はそれほど数は多くないんですけどね、何匹相当というか進めますね。戦略です。敵将を討ち取った。我が軍の強さ、刻みつけよう。ですな。見せる
気に片付けましょう。一気に片付いちゃったね。よし、行こうか。入り討ちにしてやる。ならねば今は引く。敵将討ち取った。見事勝利しましたね。孫流同盟といえど所詮小勢力同士、我が軍の前には無力。奴らは得意の水上戦で負けてさぞ悔しかろうな。だが劉備と孫権を完全に滅ぼしたわけではない。奴らは結託して何らかの手を打ってくるだろう。警戒はしておかねばな。終わりましたね。ご視聴ありがとうございました。